回ですね、ちょっと個人的にはもう本当にまあねえすごいショックというか、まあローリングストーンズのねチャーリー・ワッツがまあ亡くなられた、まあ、80歳でしたね。オリジナルメンバーというかね、まあもう誰もが知ってる、まあ、ストーンズのメンバーという点ですね。はい、にはですね、ではですね、まあ、これがまあ二人目になります。亡くなったという点において一番最初に亡くなったのはブライアン・ジョーンズで、まあ、27歳ですね、1969年の6月にバンドを脱退して7月に、まあ、自宅のプールで、亡くなっていたっていうのが、まあ、初代のリードギタリストであったブライアン・ジョーンズなんですけども、まあ、チャーリー・ワッツの方は、まあ、病気で亡くなられた。まあ、アメリカ公演があったんですけど、ちょっとチャーリー・ワッツがまた参加っていう表明をね、ついね、ちょっと前にやったばっかりだったんで、ひょっとしたら病気が重たいんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ個人的にですね、ストーンズは結構好きで、まあ、ライブもちょっと見に行ったんですけども、まあ、本当に年、まあ、がね、もう、相当なね、高齢でも、まあ、ロックをガンガンやってて、そして長いことバンド続けてるっていうね、もうこれだけで本当にもうレジェンドだなというふうに思っていた、まあ、バンドのメンバーがね、亡くなるっていうことは、もうどんどんその、1960年代とか の、 そのギターヒーローとか、まあまあ、ロックスターがですね、まあ、どんどん亡くなっていっているっていう風な、まあ、年になってきたんじゃないかなと思います。だから現役でね、やってるうちに見れるミュージシャンみんな見たかったんですけども、まあ、ちょっとコロナ禍というのもあって、なかなかこう、ライブね、来られないっていうのもあって、ですね、本当にちょっと残念な、こと聞きました。で、まあ、今回はですね、まあ、それで、急遽ですね、まあ、ロック名盤解説で、レッド・イット・ブリードっていう、まあ、ブライアン・ジョーンズがね、亡くなった直後に、そのリードギタリストを、まあ、不在を逆手に取った、まあ、ストーンズの名演っていう名盤というね、タイトルの、ブログの、まあ、僕が2018年に書いた記事をもとにですね、まあ、今回ちょっとそれを忍ぶと、まあ、チャーリー・ワッツを忍ぶということで、まあ、この解説をやっていきたいと思います。そして、チャーリー・ワッツも、まあ、まあ、どっちかっていうと、ほんとこう、まあ、ロック、というよりは、もともとそのジャズとかにもちょっと薫陶が、まあまあ、ジャズとかにもちょっと造詣深い、ドラマーで、で、僕が好きなベーシストであるビル・ワイマン、なんですけども、彼とのそのコンビでね、まあ、ビル・ワイマンが脱退するまでなんですけども、本当にリズム隊として、まあ、ストーンズを支えてた。うん、で、まあ、ミック・ジャガーとか、まあ、キース・リチャーズっていうのはですね、もう結構こうエキセントリックなイメージがあるんですよ。まあ、フロントマン、2人ということで、まあ、70年代とかだったら、まあ、テイラー・ブシーはミック・テイラーとか、まあ、その後のローンとですね、まあ、ローンとは今も、ストーンズに、いているんですけど、このフロントマンたちと、まあ、なんか対照的に、本当、ビル・ワイマンと、チャーリー・ワッツって、本当静かな、メンバーのイメージがあるんですよ。で、まあ、やっぱりね、リズム隊がしっかりしてるバンドって、強いんですよね。本当に屋台骨、なんで、これのショックはバンドにとって大きいんじゃないかなって実は思ってるんですよね。はい。まあ、山でも解散の危機がね、あったローリングストーンズなんですけども、まあ、これでね、まあ、解散するっていうことにならない、ようになってほしいんですけど、どうなんでしょうかね。いや、本当に、ストーンズ頑張って、これからまたライブ続けてほしいなと思います。はい。では、まず、リードギタリストが不在のまま行われたレコーディングですね。はい、レッド・イット・ブリードの解説をやっていきます。まあ、ブライアン・ジョーンズが、うん、まあ、初代リードギタリストです。
で、まあ、好きな人結構いてると思うんですけども、まあ、1960年代中頃ぐらいにはちょっと麻薬にのめり込んでですね、まあ、徐々にリーダーシップを、まあ、あのミック・ジャガーと、まあ、ボーカルなんですけどもリズムギタリストのキース・リチャーズに奪われていくということになりました。で、まあちょっとね、薬物中毒の度合いがひどかったという話なんですよ。で、ベガーズバンケットでもですね、あんまり調子良くなかったみたいで、まあ、ジャンリュク・ゴダールの、ゴダール監督ですね、ワンプラスワンというですね、まあ、そういう、まあ、映画撮ってたんですけども、映像撮ってたんですけども、まあ、こちらで、まあ、ストーンズがね、の様子を映してたんですけど、ちょっとあまり調子良くなさそうなブライアンの様子が映し出されている。まあ、そして、まあ、ストーンズをね、それまで主導する立場だったブライアン。バンドがね、お金なかったんですよね。で、まあ、そんな時にですね、まあ、いろんなことで、まあ、費用がかかるのを、まあ、負担してたのは実はブライアン・ジョーンズだったっていう話がよく残ってたんですよ。で、まあ、ジミヘンと結構仲良かって、まあ、これが原因で、ジミヘンと、まあ、ストーンズのメンバーがちょっと喧嘩するっていうことがあったらしいんですけども、で、まあ、ブライアン・ジョーンズの仲良かったミュージシャンって、まあ、ジミヘンもそうなんですけども、イワン・スチュワート、ジョージ・ハリソン、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、キス・ムーンですね。などですね、まあ、多岐にわたってたんですよね。まあ、一方で、バンドメンバーとはちょっと良好な関係ではなかった。まあ、いさかいが絶えなかったんで、まあ、ビル・ワイマンだけが、まあ、脱退に反対したんじゃない、反対したと言われてたと。脱退したのが、まあ、1969年の6月ということですね。で、まあ、ブライアンの恋人であった、アニタ・パレンバーグですね。まあ、1967年の、モロッコ旅行ですね。の間に、まあ、キスと恋仲になっちゃったってことで、まあ、完全な、まあ、圧力を生んだというふうに言われてますね。で、まあ、その後に、まあ、1969年6月にバンドを脱退し、まあ、7月3日に、まあ、自宅のプールで亡くなっている。まあ、諸説あるんですけど、受水自殺だったんじゃないかと言われてます。まあ、27歳の、まあ、まあ、早すぎるし、まあ、若すぎる。しですね、まあ、27歳の伝説の中に入る、まあ、話になってます。そして、レッド・イット・ブリードのレコーディングは、まあ、1968年12月のですね、これから始まってます。まあ、1969年の6月に、まあ、ブライアンが脱退しちゃってるんで、まあ、ギターの代表は、まあ、キースが担当している、うん、ということですね。で、まあ、ブライアンの代わりに、リードギタリストとして招聘したのがミック・テイラー。後にそのテイラー節ということで、この後に、まあ、ストーンズに参加するミック・テイラーですね。70年代あたりの、ストーンズのイメージって、ミック・テイラーのイメージ強いと思うんですけども、そうですね、2曲3曲。で、まあ、この時にね、ジョン・メイオールの紹介で、まあ、最初はミック・テイラーなんですけども、ストーンズのレコーディングに参加してるだけって思ってたみたいですね。で、まあ、シングル曲のですね、まあ、ファンキー・タンク・ウィメンのですね、ジャケット写真にね、ミック・テイラーが写ってるんですけども、まあ、これ7月以降はもう正式メンバーとして、まあ、活動してるということになります。そして、まあ、2曲だけが、リードギタリストいてたっていうことで、まあ、キス・リチャーズって基本的にリズムギターがすごい得意な人なので、まあ、リードギタリスト不在でどうするんだろうって思ってたら、まあ、ゲストミュージシャンが多く参加していた、ということですね。まあ、ブライアン・ジョーンズがですね、まあ、ギターだけじゃなくて、マルチプレイヤーと、まあ、していろんな楽器をね、してたっていうので、まあ、ブライアンの、まあ、不調による穴を埋める必要があったんじゃないかと。で、ピアノやオルガンでは、まあ、イワン・スチュワート。まあ、ストーンズの、まあ、サポートメンバーですね。アル・クーパー、まあ、ボブ・ディランとか、マイク・ブールムフィールドとの活動で有名な、人ですね。で、ニッキー・ホップキンス。まあ、ジェフ・ベック・グルブンですね。この3人が参加している。で、マンドリン奏者として、ライクーダーがクレジットされてるんで、まあ、ライクーダーがなんか、ホンキートンクウィメンの、まあ、リフ作ったのは俺だって言ってるんですけど、あ、どうなんですかね。で、キースはですね、オープンチューニングの使い方を教わっただけと語っ
ってるんですけども、まあ、あのどっちが本当なのか本当に分かりません。まあ、この辺は、まあ、あのお互いの証言なんでよく分からないんですけども、まあ、サックスは、ボビー・キーズで、まあ、あのストーンズサポートメンバーとして有名な人ですね。4曲目のですね、Live With Me か。あ、はいはい。のですね、あのソロですね。あと、ボビーによった名演だったと。で、1971年のアルバム Sticky Fingers に、あの収録されているBrown Sugarでもですね、まあ、素晴らしいサックスを吹いて。で、また、あの、1曲目のですね、Gimme Shelter ですね。あの、これは R&B 歌手のメリー・クレイトンがですね、あのミック・ジャガーと、まあ、見事なデュエットをしています。あの、これ本当デュエットすごい、いいですね。で、あのプロデューサーのジミー・ミラーですね、あの適材適所とも呼べる、まあ、これらの豪華なゲストミュージシャンをうまく活用して、まあ、レッド・イット・ブリードを、まあ、歴史的な名盤にあの仕上げてます。はい、ではレッド・イット・ブリード、解説。1曲目のギミン・シェルターからですね、まあ、強烈なギターと、まあ、ノリのいい、まあ、曲で始まる。で、また、まあ、ミック・ジャガーとメリー・クレイトンのデュエットが素晴らしい、まあ、名盤のオープニングにふさわしい曲です。まあ、2曲目のですね、Love in Vain はですね、まあ、ロバート・ジョンソン、まあ、言わずと知れたデルタ・ブルースの巨匠である、ロバ・ジョンのカバー曲ですね。もう、まあ、これを曲のマンドリンを、ライクーダーが担当しています。3曲目のですね、カントリー・フォークはですね、まあ、シングル曲ホンキートク・ウィメンの、まあ、カントリーアレンジ曲で、ミック・テイラーのギターが聴ける。で、続く Live With Me ですね、はい、アップテンポの曲で、またまたあのミック・テイラーのギターが炸裂していると。これかっこいいですね。で、ミック・テイラーが、レッド・イット・ブリードで参加しているのはこの2曲のみ。まあ、あのホンキートンク・イメンはですね、まあ、あの当時のイギリスのシングルの法則、まあ、アルバム と、シングルは、別々に発売して、アルバムの中にシングル曲は、入ってないっていうのが当時のイギリスの通例だったんですよ。ビートルズでもそんな感じでしたね。そして、まあ、5曲目のタイトル曲、Let the Bleed ですね。アコギ主体の明るめの曲で、ここでのピアノは、イワン・スチュワートが担当しています。まあ、6曲目の、Midnight Rambler はですね、まあ、ブライアン・ジョーンズが、まあ、参加して最後の曲ですね。ブライアンは、まあ、パーカッションを叩いています。で、ブルース・ハープはミック・ジャガーがやっぱ担当してますね。ミッドナイト・ランブラーでのクロスポジションで吹いたパートはですね、素晴らしい出来ですね。そして、7曲目の、You Get a Silver ですね。これかっこいいですね。初めてのキースのメインボーカル曲ですね。まあ、これブライアンはこの曲でオートハープを吹いていると。はい。で、アコギとスライドギターが、まあ、印象的な、曲ですね。まあ、次の、マンキーマンもですね、キース・リチャーズここにありといった感じのカッティングのかっこいい曲ですね。で、まあ、ジャガー・リチャーズ名義の中でもですね、まあ、もうこの曲はもうほんま屈指の出来で、まあ、個人的にはこのアルバムのハイライトとでも言うべき曲じゃないかなと思います。そして、ラストの You Can Always Get What You Want ですね。7分29秒にもなる大作ですね。まあ、シングルの B 面には短縮バージョンだったんですけども、ここではフルバージョンで収録されている。まあ、そしてロンドンバッハ合唱隊による、まあ、コーラスから入る曲ですね。まあ、徐々にちょっとテンポが上がってくるんですよ。で、これは本当これよくやれるなっていうぐらい、うまくテンポ上げてって、テンション上がってってますね。まあ、この辺、まあ、さすが、ストーンズの、まあ、チャーリー・ワッツとビル・ワイマンの、まあ、このリズム隊のね、ハクビとも言える出来だと思います。そして、レッド・イット・ブリードの42分21秒は終了する。まあ、レッド・イット・ブリードはですね、まあ、リードギタリスト、まあ、の交代とはですね、まあ、そのデッカ・レコードとの、まあ、関係の終焉というね、バンドにとってですね、過渡期にあった時代の傑作アルバムです。まあ、僕がまあ一番そのストーンズの中で聞き込んだ一枚じゃないかなと、まごうことなき名盤ですね。はい。まあ、まとめなんですけども、まあ、かなりちょっとやっぱね、チャーリー・ワッツの、残した功績っていうのは大きかったんですよね。で、まあ、それは、この後に出てくるそのジョン・ボーナム、まあ、ゼッペリのね、ジョン・バダムみたいな、まあ、そういう派手めな、ドラムとはちょっと違う、本当に、まあ、ストーンズ
の中でもですね、ビル・ワイガーもそうなんですけども、まあ、地味なんですよ。で、まあ、フーなんかやったりすると、まあ、ベースドラマーが、まあ、あんな感じなんて、めちゃくちゃ派手なんですけども、だからこそストーンズは、なんですかね、のカラーですかね、のそのリズム帯のカラーがね、あれだけ本当にまあ、おとなしいっていうんですかね、うん。っていうからこそ、まあ、フロントマンが暴れられた。っていうことからも考えて、まあ、本当に適材適所のだったんじゃないかなと。そしてレッド・イット・ブリードの、まあ、最後のね You can always get what you want ですね、こちらの、まあ、7分29秒のね、まあ、曲なんかもまあ、あなるほどなって思わされるような、うん、ことやってるんですよ。僕ね、まあ好きなアルバムって結構あるんですけども、まあ、ストーンズ、まあ、もう確かに、まあ、名盤はいっぱいあってですね、まあ、いろいろみんな言ってるんですけど、個人的にはこのレッド・イット・ブリードすっごい好きで、うん、ちょっとね、まあ、チャーリー・ワッツのことの訃報を聞いてですね、本当に思い出したのがこのアルバムで、まあ、今回ちょっとロックのね、名盤解説をね、まあ、ブログから抜粋してやってみました。でね、本当にね、いい音楽をたくさん、うん、聴いたんですけども、60年代の音楽って、特にその後のロック、確定っていうか、まあ、その50年代にそのロックが、1950年代にね、ロックが生まれて、その後にね、ロックを定着させるっていう意味においても、やっぱ60年代のね、ミュージシャンも本当にすごかったと思います。まあ、その中でね、本当に異彩を放ち続けて今もね活動し続けているまずローリングストーンズにはですね、まあ、脱帽ですし、またライブがあったら行きたいバンドだと思ってます。まあ、今回の武田ロックチャンネルは、まあ、ローリングストーンズのねレッド・イット・ブリードを紹介しました。この動画が良かったと思ったらいいねボタン、そして、チャンネル登録お願いします。まあ、続いてやってます、武田ロックで検索検索、そういうわけで、武田ロックでした。バイナロー。